航路園駅は兵庫県西宮市松下町にある阪神電気鉄道本線の駅。駅番号は HS18。2001年3月2日までは航路園と表記していた。当駅は第4回近畿の駅100線に選ばれている。ここから倉区園に至る区間で阪神電鉄参加の設置電気自動車によるトロリーバス付設計画も立案されたが、 それに対抗する形で、阪神急行電鉄が、紅葉線を建設した。だが結局、阪神の計画は頓挫した。下り線が高架化された際、駅名標の漢字表記は、将来の解消を先取りするように、航路園に改められ、その下に括弧書きでと中記されていた。上り線が高架化された時の駅名標は、航路園だけで、後に、 下り線の駅名標からも、格好書きの中期が取り除かれた。2006年10月28日のダイヤ改正で、平日朝ラッシュ時の梅田駅のみ運転されている、区間特急の停車駅となった一方で、それまで停車していた準急は、通過扱いとされた。この改正により、平日朝ラッシュ時は、梅田方面への所要時間は大幅に短縮された、反面、神戸方面へは、 温数源と所要時間が伸びる形となった。ちなみに同日、阪急電鉄でも近接する宿川駅に特急を停車させるダイヤ改正を実施した。経営統合をした阪急、阪神が共に JR 神戸線の桜宿川駅の開業に向けた対策を取ったことによるものである。1908年に鉄道商華の作詞者である大和田武樹が 阪神の依頼を受けて作成した阪神電車商家では以下のように航路園が歌われた。旧広田官兵大社をも拝して立ち寄る航路園式の眺めは備え張りて新たに明けし、遊園地。10、行くて急がぬ旅人は登りてみよや鉱山一目に集まる石火線山川さながらがのごとし。航路園という駅名は大阪の商人である 河野倉寺と長谷山や一によって、1907年に造作された、遊園地、高露園の最寄り駅であったことから名付けられた。遊園地の詳細については、高露園遊園地を参照。このため、高露園というのは、もともとの地名ではないが、西宮七園を構成する高級邸宅街としての、ブランド性が高いため、マンション名などには盛んに用いられている。 そのために1990年代以降はマンションが目立ち、かつてと比べると邸宅は減少しつつあるが、なだ伊佐都の酒造家などの邸宅は今なお見ることができる。西宮市大屋記念美術館もその名の示す通り、個人の邸宅とコレクションを元にする美術館である。相対式ホーム2面2000のホームを有する公開機である。分岐器や絶対信号機を持たないため、 停留所に分類される。改札口は1階に1箇所のみあり、ホームは2階にある。駅舎やホームは地上駅時代の駅舎をそのまま保存、活用してほしいという周辺住民の声に配慮し、明治時代を思わせるレトロな装飾がなされている。ホームは宿側をまたぐ構造である。川の真上の部分には上下ホームに扉で仕切られた通称、お立ち台があり。 乗客は自由に出入りできる。北側の上りホームのお立ち台からは、宿側の堤防に植えられている桜並木を眺めることができる。この部分の屋根は、高架構えの旧駅の改札工場屋を模した形状となっている。ホーム有効長は19メートル級の阪神車両を6両編成に、対応した120メートル。現行ダイヤでは、神戸方面行きの優等列車は停車しないので、 下りホームは4両編成分のみが使用されている。ホーム実際には校内に上記の乗り場番号表記はないが、公式サイトの校内図では、上りホームが一番乗り場、下りホームが2番乗り場とされている。2010年度の1日の乗降客数は9737人で、2007年3月18日に桜宿川駅が開業した影響により減少し1万人を、 割り込んでいる。駅周辺の一帯は、航路園と呼ばれ、西宮七園の一つに数えられる、邸宅街である。ホーム下を流れる宿川の河川敷には、宿川公園が整備されている。阪急バスに、阪神航路園停留所が存在するが、駅前にはなく、東に250メートルほど離れた、市道を立て石筋にある。かつては、阪急宿川。 西宮北口の両方向に路線があったが、現在は阪急宿川駅は休止となり、JR 西宮行きが土曜、休日に一便運行されるのみ。ありがとうございます。